皆様こんにちは。本日この両親学級にご参加いただきまして本当にありがとうございます。今日パパにご着用いただくのはこれです。とっても重たいんですけれども、これ妊婦ジャケットです。妊娠7ヶ月のママを想定して作られています。重さは 7.3キロ、ずっしりと重くなっています。もういきなりこの状態になるわけではなくて、小さかった子宮がどん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 大きくなって、今7ヶ月でこれぐらいになるわけですね。だいたいベビーの重さが3キロぐらい、それ以外にも子宮の重さだったり胎盤や羊水、それからママの血液なども増えてきます。それから母体蓄積といって妊娠に備えての準備というところもあって、7ヶ月でだいたいこのぐらい、臨月になりますと10キロぐらいまで増えてきます。でこれをパパに装着していただいて、パパがこの重さにどのぐらい耐えられるかなというのではなくて、ここにまずは命が入っていると思ってください。で、普段の行動をとっていただくんです。それも、例えば下にあるものを拾ったり、ゴロンゴロンと寝返りを打ったり、そんな行動をしながら、いつもとどんなところが違うのかなというのを体験していただきます。いかがですか、つけてみて。ずしと重いです。そうですよね。足とかつま先とか普通にいつも通り見えますか？全く見えないです。そうですね、ちょっとそのまましゃがんで屈伸してみてください。1、2って、どうでしょう、いつもと比べて。大変です。そうですよね。さあ、じゃあまずはこれ、可愛いですよね、ガラガラ。お腹の赤ちゃん潰さないように気をつけながら、下にしゃがんで拾っていただいていいですか。お願いします。はい、じゃあ立ち上がってください。さあ、下に落ちているものを拾うってこういう作業ですよね。それと比べて今日いかがですか、今やって。いや、スムーズにできないですね。そうですね。どんなところが辛かったですか、今。やはり赤ちゃんを気にしながら、はい、しゃがむっていうのはすごい気を使うんだな、はい、ね、バランスも取りにくいですよね、はい、そうですよね。よいしょ、下に座るのもね、一苦労ですよね、はい、ね、ちょっとイメージしてみてください。これで例えば、靴下を履くとか、足の小指の爪を切るとか、どうでしょう。いや、大変ですね。そうですよね、お腹引っかかっちゃうしっていうところですよね。じゃあね、ちょっとここで、これは妊娠7ヶ月の状態なんですけど、臨月の状態をちょっと体験していただきたいと思います。そのまま仰向けにゴローンと寝転がっていただいていいですか。さあ、結構お腹ぎゅっと押されていかがですか、普段の寝転がった時と比べて。苦しいですよね。ここでね、ちょっとプラス3キロの重りをここに乗せさせていただきます。どうでしょう、重さ変わりましたか。重くなりました。そうですよね、はい、じゃあその重りを抱えていただいて、ゴローンとこちら側に寝返りを打っていただいていいですか。よいしょ、はい、どうでしょう、横向くと少し楽になります、はい、ね。じゃあ起き上がっていただきたいんですけど、腹筋に力を入れてグッっていうわけにはいかないので、腕をついて横を向いて四つん這いになるようにして起き上がってみていただいていいですか。はい、よいしょ、ゆっくりで結構です。お疲れ様です。パパ顔が赤くなって息上がっちゃいましたよね。どうですか、普段下に座ったりとか寝返りとかって特に意識をせずになさってると思いますけど、今日やってみていかがでした。そうですね、一つ一つの動作がとにかく大変です、はい、重たくて動きにくい、はい、そうですよね、はい、今実はママがこういう状態だということなんですね。今日の体験で大変だったこと、辛かったこと、パパたくさんあったと思います。それが
普段ママが困っていることになるんですね。なので今日どんな感じがしたのか、どんなことを思ったのか、その感じたこと、気づいたことをぜひママと2人で共有してみてください。そしてそうすることによって、これから先まだまだママの妊婦生活は続きますから、気をつけていただけることが増えていくかなと思います。よろしくお願いします。医療用の赤ちゃんのお人形です。新生児の特徴を備えて作られていて、身長は50センチ、体重は3キロ、3000グラムですね。さあ、本物の赤ちゃんでは絶対にできないこと一つだけお見せします。よく見ててください。首、グラグラしますよね。首が座らない、つまりまだ首を自分でコントロールできないんです。だからこんな風にグラグラなんですね。このままですと頸椎を簡単に損傷してしまいますので、抱っこの基本の大原則はここをしっかり支えることです。で、頭とか首だけではなくて、この背中のところから頭に向かって足をかけるように、しっかりと押さえてあげる、保持してあげる、これが大事なんですね。で、この状態で反対側の手をお尻につけてキュッ。もう一つのポイントは、体をしっかりと抱っこするパパやママにくっつけてあげるということなんですね。しっかりと密着させてあげてください。赤ちゃんはものすごく狭い中にいるんです。子宮の中でね、体がギュッっていろんなところに触れている状態だから、体から離されると途端に不安になっちゃうんですね。だからしっかりママやパパの腕、体でにくっつけて包み込むように抱っこをしてあげてください。で、この形、これが縦抱きという抱っこの仕方です。もう一つ、横抱きという抱っこの仕方も体験いただくので、ちょっと見ててくださいね。今お尻を支えている方の腕の肘のところに、この首の部分を持っていきます。一度体から離して、赤ちゃんを脇に抱え込むようにして、で、腕のところに首を乗せて、この手で外側から赤ちゃんの太ももをぎゅって掴んでください。で、体にしっかりと引き寄せる、これ横抱きです。で、こうすると片手が開くんですね。そうするとお顔を拭いてあげたり、おもちゃで癒してあげたり、ミルク飲ませてあげたり、いろんなことができます。片手が開くことになるんですね。さあ、それから縦抱き、横抱き、どちらもだいたいこれぐらいの距離に赤ちゃんのお顔がありますよね。実は新赤ちゃんというのは、このくらいの距離の先にあるコントラストのはっきりしたものをしっかりと見つめるようにプログラムされて生まれてくるんですね。ちょうど抱っこした時のパパやママの瞳、まだ視力もはっきりしていませんけれども、そこをしっかりと見つめるようにちゃんとプログラムされてますので、抱っこした時はよく赤ちゃんのお顔を見て、目を合わせて声をかけてあげてください。そして触れ合うっていうのは、赤ちゃんにとってもパパやママにとってもとっても大事なことなんですね。触れ合うこと、抱くことで、オキシトシンというホルモンが出てくるんですね。これは赤ちゃんだけでなくて、ママやパパの安心感や愛着を作り上げるホルモンなんです。なので、しっかりと触って抱きしめてあげてください。赤ちゃんのおむつなんですが、もう皆さんご存知の紙おむつ、それから布おむつ、この2種類があります。じゃあこの布おむつの使い方なんですが、布おむつ、こういうおむつカバーとの中におむつを敷いて使います。で、見ていただいて分かるように、おむつカバーよりおむつの方が少し大きいんですね。で、折り曲げて使うんですが、男の子と女の子で折り方が違います。男の子の場合は前側をこんな風に折り二重にします。女の子の場合は
後ろ側をこんな風に折り曲げて使います。尿道の位置や構造が違うので、おしっこの流れる方向が違うんですね。寝たままが多いのでこんな風に折ってください。で、折り曲げるときは必ず内側ではなくて外側に、傷つきやすい新生児のお肌を傷つけないようにこんな風に折り曲げて使ってください。さあ、おむつを替えるときにもちろんおむつ必要なんですけれども、おしっこやうんちがついてますから、きれいに拭いてあげるためにこういったお尻拭きもしっかりと準備をしてください。で、新生児お肌が弱いので時々こうお尻拭きがうまく合わない、で赤くなっちゃったりする子もいます。そういう時は脱脂綿をお湯に浸してその濡れた状態で拭き取ってあげるっていうことも一つやり方としてあるので少し覚えておいてください。新生児は、体温調節がうまくできませんので、いきなりバッとお洋服を全部脱がせるのではなくて、おむつが見えるところまでを開けてあげます。で、まずはおむつ汚れちゃったね、気持ち悪いね、きれいにしようね、こんな風に必ず声をかけてあげてください。で、赤ちゃんも安心しますし、声をかけて赤ちゃんが安心することでおむつを替えてあげるパパやママも安心しますからね。さあ、きれいにしようね、お洋服脱がすよ。さあ、こんな風におむつが見えました。そうしたら新しいおむつをお尻の下に敷いていきます。マジックテープがついている方が背中側になります。で、赤ちゃんの体を持ち上げるとき絶対にこんな風に足を持ち上げないでくださいね。股関節ゆるゆるなんです。これから大きくならなくてはならないので、だからすぐに落球してしまうんですね。必ずお尻をこんな風に支えておむつを入れます。さあ、新しいおむつが準備ができたら今つけてるおむつを外します。マジックテープを剥がして、さあ、おしっこの時もそうなんですけど、新生児はうんちがゆるゆるなんですね。だからこういうシワのところにも入り込みやすいので丁寧に拭いていってあげてください。女の子の場合なんですが、丁寧に拭いてあげてほしいんですけれども、拭き方に一つルールがあります。お尻拭きをこうゴシゴシゴシと動かすのではなくて、上から下一方向一回動かしたらもうこのお尻拭きは捨ててしまうか、綺麗な面、汚れてない面をに変えて拭いてあげてください。女の子の体の構造上、こうやってゴシゴシってこすってしまうと尿道に細菌が入り込んでしまうことがあるんですね。なので上から下捨てる、上から下綺麗な面に変える、このように覚えておいてください。さあ、1枚で足りなければもう1枚使ってくださいね。で、拭き終わったお尻拭きはここにポイッと入れてくるくるっと丸めてシュッ、こうするとおむつ簡単に外れます。この時も足をこうやって持ち上げたりせずにそのまま引っ張れば大丈夫です。で、こうして丸めて閉じてしまうとこのままゴミ箱に捨てられます。さあ、綺麗になったらおむつを閉じてあげます。よいしょ。おむつのお腹のところに数字が書いてあります。この数字が同じ番号に来るように止めてあげるとちょうど左右バランスよく止められますね。で、へその緒がまだついているときはおむつ折り曲げてあげてください。これは内側ではなくて外側に折り曲げてあげてください。内側に折るとその重なったところでお腹すれてしまって肌が傷ついてしまったりするんですね。なので外側に折ります。で、赤ちゃんは腹式呼吸をしてますのでお腹あんまり締め付けすぎると苦しくなって息ができなくなります。なので指2本がスポ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 って通るぐらい、それぐらいがちょうどよくなります。それから太もものところのギャザー、これが内側に入ってしまってるとうんちやおしっこが漏れてしまったりするので、ギャザーがちゃんと立ってるかな、それも確認してあげてください。さあ、気持ちよかったね、すっきりしたね、お利口さんでした。はい、これでおむつ替えはおしまいです。
おむつ替えをするとき、しっかりと声をかけてあげること、おむつを替えてもらって気持ちいいな、さっぱりしたな、嬉しいなというのを、言葉は分からなくてもママやパパの声や表情で赤ちゃんにしっかりと伝えてあげてください。それはこれから先赤ちゃんが自分で排泄をコントロールするようになる、トイレトレーニングがスムーズに進むためのポイントでもあるんですね。なのでこまめに声をかけて変えてあげてください。新生児ね、とっても汗かきさんなんです。だから、あれ湿ってるかなと思ったらこまめに着替えさせてあげてください。体温調節も自分では難しいので、着せたり脱がせたりする機会たくさんありますので、今日ポイントをしっかり覚えて帰ってくださいね。さあ、まずは着替えさせるお洋服の準備を先にしておきましょう。新しいお洋服の準備なんですが、これが赤ちゃんのお洋服、これが上着ですね。で、こちらが肌着です。で、準備をするときはこんな風にお袖をシュシュシュッと重ねて、2枚重ねて一度に着られるように準備をしてあげてください。さあ、着替えるお洋服の準備ができたら、今着ているお洋服を脱がしていきます。抱っこのところでもお話ししましたけれども、赤ちゃん身にくっついてるものがなくなると途端に心配になって不安になりますから、しっかりと声をかけて安心させてあげてくださいね。さあ、お洋服着替えてすっきりしようね。さあ、お洋服脱ぐよ、外すよ。さあ、ここまで脱げたらお袖の脱ぎ方にポイントがあります。新生児筋緊張で腕こんな風にW 字になるように縮めているんですね。なのでうまく抜きづらいと思います。でも腕をこう無理にギュッギュッって引っ張ってしまうと、やっぱり肩簡単に外れてしまうんですね。だから着替えさせるときは腕ではなくてお洋服を引っ張るように気をつけてください。ではお袖の脱がせ方です。まずは首をしっかり支えて持ち上げます。で、抜く方の袖にキュッと襟を寄せます。で、寄せたら一度頭は下ろしてください。で、両方の手でお洋服だけをクシュ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 、こんな風に抜いてあげると、腕を引っ張らなくてお洋服だけで袖が抜けます。反対側も同じです。持ち上げる、寄せる、下ろす、クシュ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 、これで脱がせることができました。さあ寒いね、新しいお洋服着て気持ちよくなろうね。お袖を通す時も同じです。首をしっかり支えて、お首を少し持ち上げたら襟を着せる方の袖に寄せます。で、一度頭を下ろして、袖クシュ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 、こうなったら袖口の方から手を入れてください。お手で全部入らないと思うので、指に3本でいいんですけど、この手で赤ちゃんの手と握手します。これ迎え袖という着せ方です。この手は絶対にギュッて引っ張ったりしないように気をつけて止めて、反対の手でお洋服だけをこのように上に上げていきます。反対側も同じです。持ち上げる、寄せる、下ろす、クシュ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 、指を入れて握手。お袖を、お洋服を伸ばしていきます。これでお袖が通りました。あとは打ち合わせを止めていきます。最後に中にこう手を入れて肌着、特に背中側の肌着をキュッキュッと引っ張ってあげてください。新生児まだ寝返りを打ったりして自分で体の向きを変えられないので、背中のシワとかがそのままね後になってしまったりしますので、それは整えてあげてください。はい、できました。気持ちよくなったね。さあ、お着替えの時に注意していただきたいことは、新生児自分でまだ上手に体温調節ができません。なのでしっかりと準備をして手早く行ってあげてください。お部屋の温度なども寒い時期は特に気をつけてあげるといいですね。
パパやママのお顔や表情、声掛けのトーンで気持ちがいいことなんだ、嬉しいことなんだっていう記憶を作っていってあげてください。まずなんでこうやって新生児だけのお風呂が必要なのか、実は母体からの免疫をもらっては来ているんですけど、新生児まだ体力も弱くて抵抗力もありません。なので同じお風呂に入るのはちょっと負担が大きすぎるんですね。なので生まれてから1ヶ月から1ヶ月半ぐらいの間は専用のお風呂に入れてあげてください。そしてゴシゴシと洗うというよりも体をきれいに清めてあげるというよりも生活のリズムを作るっていうのも大事なポイントになるんですね。ゴシ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 洗う必要はないんですけれども、決まった時間に繰り返し入れてあげるということが大切になっていきます。それでは赤ちゃんのお洋服を脱がせたりする前にお風呂から出た後の準備をしてしまいましょう。お着替えの時と同じようにこうしてお袖を通してお洋服と肌着重ねておいてください。さあそこに綺麗なおむつをもう広げた状態で置いておきます。でその上からバスタオルを広げて置くと、お風呂から出て体を拭いたらすぐにお洋服を着せることができますよね。こんな風に準備をしてあげてください。それから、赤ちゃんを裸にすっぽんにする前に、こんな腕時計とかあるいは指輪、そういったものは全部外してください。ネックレスとか好きなママもいらっしゃると思いますけれども、沐浴の時は全部外してしまってくださいね。それから髪の毛の長いママはできれば後ろでこうまとめておくといいですね。事故が起こることのないように、また補食品というのは赤ちゃんの肌を傷つけてしまうことがありますので、ぜひそういったところも準備をしてあげてください。さあお風呂入ろうね、気持ちいいよ。必ず声をかけてあげてください。特にねお風呂は鼻がんぼになって入りますから、しっかりと声をかけて、で赤ちゃんが安心するとママやパパも安心するんです。実は赤ちゃんの気持ちとパパやママの気持ちというのは同調するようにプログラミングされているんですね。だから声をかけてお互いに安心してリラックスしてお風呂に入りましょう。さあじゃあお洋服脱ぐからね。さあお洋服が脱げたら、さっきの沐浴布ですね、これをかけてくるんであげます。さあお風呂に入ろうね。首をしっかり支えて、足と足の間からお尻を支える、こんなスタイルです。足からゆっくり入れてあげてください。移動する時もなるべくパパやママの体にくっつけてあげてくださいね。さあお風呂入るよ、気持ちいいよ。まずはお風呂の中で温めてあげます。しっかりと手で触れてあげながら5秒ぐらいですね。さあ、あったかいね、気持ちいいね。さあ、温まったかな。まずは顔から、きれいなお湯の張ってある洗面器にガーゼを浸してお顔を拭いていきます。絞ったらまずは目、目頭から目尻で一度拭いたら、きれいにゆすいで違うところを出してください。反対側も目頭から目尻、同じですね。鼻のところ、おでこは T 字で洗う、拭きます。でお顔は数字の3を描くように。さあお顔が拭けたら、もうこのガーゼは湯船の中で使っていただいて構いません。すすいだりするときに使ってあげてくださいね。次は頭ですね。お湯をかけて濡らしたら、ベビー石鹸をつけて洗います。大事なのは洗うことよりもしっかりとすすいであげること。こんな風にガーゼを使ってすすいであげてもいいですね。必ず触ってぬるぬるしないかな確認をしてあげてください。で赤ちゃんの肌は弱くて薄くて弱いので、ゴシゴシあるいはゴシゴシと擦る必要はありません。さあ次は腕に行きましょう。
布はできるだけ長い間乗せておいてあげてください。で、腕もゴシ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 擦ることはありません。こんな風に輪っかを作って付け根からくる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 、これで十分です。で、手のひらをギュッて握っていることがあるんですね。この時は赤ちゃんの小指の方からパパやママの親指をくくって入れて、小指がピッて上がるとそのままパーって赤ちゃん手を開きますから、その間にゴシゴシゴシと洗ってあげてください。反対側の腕も同じです。くり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 、洗えたらガーゼを出して大きな手で開いて、お首からくり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 、こんな風に洗っていきます。足も同じです。輪っかを作って付け根からくり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 、反対側もくり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 、お尻のところも洗ってあげてください。さあ、そうしたら今度は赤ちゃんの背中側を洗います。手を L 字にして脇の下に入れたら、赤ちゃん肩をしっかりと持ってください。で、ママやパパの手首のところに赤ちゃんの顎を乗せて、1、2、3、こんな風にするとこの手を離しても首が安定するんですね。で、反対側の手もこちら側にかけてあげると、これで赤ちゃん頭がぐらつくことがありません。この状態で背中、先ほどの手と同じですね、くり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 、お尻もしっかり洗ってしっかりとすすいであげてください。最後にもう一度、気持ちよかったね、さっぱりしたね、声をかけながら温まったらおしまいです。ガーゼは外して、もう一度お尻をしっかり支えてバスタオルの方に連れて、さあ、お風呂から出たら手早くバスタオルでくるんであげてください。赤ちゃんの皮膚は大人の半分以下しかありませんので、ゴシゴシこずらずにこうやってキュッキュッ押さえるように拭いていきます。ちょうどパパやママお顔洗った時に、パパは違うかな、ママは多分そうだと思うんですけど、タオルでお顔をゴシゴシってこすらずにポン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 って顔の水分取りますよね。それと同じです。こうやって押さえて拭いてあげて、さあ、気持ちよかったね。バスタオルを外してお洋服を着せてあげたら、お洋服はおしまいです。さあ、お洋服を着せる前に先ほどの保湿剤、ベビーローションでもベビーミルクでも何でも構いません。それを見て保湿をしてあげます。赤ちゃんの肌薄くてまだバリア機能が完全でないので、たっぷり手に取って全身にしっかりと伸ばしてあげてください。例えばティッシュを落としたらペタッて張り付くぐらい、それぐらいたっぷり背中もお尻も含めて塗ってあげて、それからお洋服を着せてあげてください。さあ、沐浴、本当にパパやママが赤ちゃんを安心してお風呂に入れてあげられる場所を選んでくださいね。道具もその場所に合わせて選んでください。そして赤ちゃんは裸んぼになりますから、一番赤ちゃんが不安になるタイミングが沐浴のところなんですね。なので沐浴をするときに触れられる部分、入れてくれる人の手の大きさですね、大きければ大きいだけ触れるところが増えるから、赤ちゃんそれだけ安心できるんです。なので手の大きなパパ、ぜひ赤ちゃんを安心させてあげられるように積極的に沐浴参加していただけるといいですね。